紙編みを取った後にボーンと差が開いて、時間が開いて52年ですか、はい、ということはもう9年か10年近くなって、うん、復讐が入ってきますね、うん、あの復讐すれば我にありというのは非常にこの立感のある面白い映画だったっていうふうにあの僕は思うんですけども、原作はドキュメンタリーだったっていうのがありますね。ああいうものはあの私の経験でもシナリオに構築してこうと思うと、あの特に佐々木隆三さんのは周りから書いてる、つまり証言から書いてる部分があるんで、うん、そのコアになる人物を作ってっていう時に随分僕も苦労したことあるんですけども、復讐の場合はその辺はどうだったんでしょう。それは再調査したんです、佐々木隆三そっちの件にしてね、はい、で大体その順を追ってですけどね、ある日はその九州へ飛んでね、はい、別府界隈をこう探索して歩くとかね、ちょうどさっきがやったような、調査を僕の目であらかじめその書いてあるんだから、それにぺったりくっついていきながらですね、しかし僕の目で全然違うようにも見えるっていうことがあって、それをシナリオ化していったってことになりますね。で、あの馬場さんちシナリオライターと組んでますよね、で結果的にはまあいい映画になったんですけども、馬場さんというライターは非常にディテールみたいなところをこうディテールを上げていくっていう構築の仕方じゃないですか、監督の場合はこう一つの背骨を通すっていうのは大きいコンストラクションを作っていくっていう、そこからまあやっていくんだと思うんですけど、そういう違いっていうものをこうライターとの作ってくる作業の中ではやっぱり、大変苦労なさったですか。それほどじゃないですよ。ただね、佐紀さんの書かれていたドキュメンタリーですね、それはですね、観点がそれぞれ違っているというものをね、しかしそのこう文章化されて活字化されているものを見るとね、これは強いんですね。で、これは観点が違うぞっていうことは大きく 2,3 回ありました。佐紀さんのドキュメンタリーになるべく乗っかるようにして、作っていくというような感じだったけどね、でもそれがちょっと飽き足りなかったんですね。で、ぐいぐいと僕の独特のやり方で、踏み込んでいったわけですね。で、あのプライバシーなんかどうだっていいやっていうようなつもりがありましてね、で、あのたまたま、犯人が決まってからだよ、はい、の妹さんかなんかがね、ロケ宿の近所で、ラーメン屋を開いたんですね。で、その僕らが泊まってる旅館みたいなところで相談に来たっていうの、そのロケ隊が来るってそうだけども、私の店なんかどうしたらいいでしょうかっていうふうに旅館の女将に相談があったんですね。と、別にそんなこと気にしないで普通に終わりなさいっていうふうに言ったってわけで、普通にやってるラーメン屋がね、いつものように開いてたわけですね。ところがね、こういう理由で、これはあの我々はうんとひいきにしなきゃいかんのだと、いうことをねスタッフに言ったんですね。そしたらバカ正直にね、どこも行かずにそこだけ行くんですよ。ものすごく早くから行ったりねなんかして、ほとんどそこはあのスタッフの独占のうちになっちゃった。でちょっと極端すぎるよって言ってね、それぞれだんだんこっち行った方がいいってなると言ったんですけども、これにはちょっと困ったね。これあの映画の中で今言ったその主人公をどう変えていくかっていう問題が、まあ、あの創作部分になってきますね、あの実際そのノンフィクションにしろ事件は。でそういうところでその人物を挙げてくる中で緒方健の芝居が良かったですね、これはあのつまり脚本上にあるだけじゃなくて役者の持ってる素質とか、まあ何て言いますか、こう人生の折みたいなのがそういうところ加わってきたっていう
ことも成功の。それはそうですね、役者ってものはいつも新しくなきゃいけないし、それでずっとその役者という影をずっと引きずってるわけですね、ですけどもその時に応じて大変新しい目を、観客にこう開くようにね、そういうものでなきゃならない。だから常に新しくならなきゃならないっていうことは彼に課された使命なんですね。で、意外性もありたいと言うんで、その非常に贅沢を言うんですよね、こっちはね。芝居、僕は今野さんの映画ずっと見てきてね、それぞれこう演劇的に作られたっていう、まあ、芝居って変だけども、そういうものも含めてずっと流れてた中で、復讐は一番役者がうまかったんじゃないかなっていう、小川真由美もそうだし、それから倍賞さんですね、それから清川虹子っていう人が異様だったけども、なんかバカリアリティがあっていうかな、シュールな意味のこうリアリティかもしれないですけども、そういうものをすごく感じて、今村映画の中ではこう役者が非常にうまい組み合わせでこの精彩を放ったっていう感じがしたんですけども、これはね、神々の深き欲望でもって僕は懲りてますね。役者というものはね、なんとひどいもんだっていうふうに思ってしまったんですね。で、一つも面白くねっていうふうにまたそこへこうふかしてね、自分の頭をそっちこう向けすぎたんですね。ですからそれをキャスティングをするっていうことはね、いろんなことがそこの中にあって、力関係とかね、なんとかいうようなこともあって、で、尾形と三国っていうふうにこう配置されて、やってるうちにですね、これはねバカにしたもんじゃないっていうふうに幸いにして思えられたんです。で、尾形もなかなか良かったし、賠償も良かったし、宮古町長も良かった、良かったですね、そういうことを目の当たりしていますとね、いろんなシーンの中で芝居を作っていくということにですね、なんか自信が持てるというかね、例えば自信があるかないかということがほとんどとどめになるポイントですね。で、それがね割とうまくいってきたなと思った途端にバカに元気が出てその前に今金がなくてね、神々でもひどい目にあったという村人の畜生めというふうに思ったりなんかしてるもんだからね、ここでそのなかなか面白いっていう目にあったことが救いでしたね。ベッドシーンなんかの時にね、面白いなと思って僕はこうやって見るわけですよねもっと面白くしろなんて心で思いながらね、一生懸命やるわけですね。そうするとね、なんか監督は冷たい顔してその俺たちの芝居を面白がって見てるっていうふうに尾形なんか言うんだよね、で、それはちょうどいいというふうに僕は思ってね、そこへ乗っかっちまえっていうふうに思ってで、役者さんたちにも元気をつけるし、僕も元気になったんですね。そういう成果があの映画だと思います。いい役者同士って変ですけども、役者同士のそのなんていうかな、こうチームプレーというか、それもうまく噛み合ったっていうことだったんですかね。その役者ってのはほとんどね、自分が立てばいいんで、他のやつはどうでもいいんで、なるべく立たないのが望ましいんだよね、そういうところがあるんだけども、三国連太郎がね、この前に今村翔平と喧嘩したことがあるっていうことを言ってるぐらいだから、なかなかその言うこと聞かないみたいなことなのかなと思って見てると、そうじゃないんだね。それはやっぱり役者魂があるんですね。で、尾形と対決するところがある、刑務所でね、唾引っ掛けるところなんですね、三国が。それはね、僕が演出してないところなんです。そんなに細かく言ってなかった。ところが、その彼の独自の
発想で唾を溜めといてピャッとこう吹っかけるのね。まあ、役者がある分自分のオリジナルも含めていろいろ出してきたっていう、そうだね、そういうことは成功してますね。うん、